土浦日大、小技集中打で、初のベスト4進出。八戸学院光星は、11年ぶり開挙ならず。第105回、全国高校野球選手権記念大会、土浦日大928子学院三つ星、準々決勝、第12日、第2試合甲子園。 5年ぶり5回目出場の土浦日大、茨城が2年連続12回目出場の八戸学院三つ星、青森を破り、同校初となる夏の甲子園ベスト4進出を決めた。土浦日大は3回表、3つの四死球にギーを絡め、日本のタイムリーで3点を先制。1点差に迫られた直後の6回表には変わったばかりの、 岡本龍進選手、2年を攻め、一 1, 1、一三塁からスクイズで追加点。その後、2、満塁とチャンスを広げると、2番立川幸輝選手、3年に走者一層のタイムリースリーベースが生まれるなど、この回一挙ご得点。9回表には5番松田明と選手、3年がこの大会2本目のアーチをバックスクリーンに運んだ。投げては先発の伊藤彩と選手、 三年から藤本市政、三年とつなぎ、強打の三つ星を二得点に封じ込める高等。トー打ががっちりと噛み合い、五回目の出場で過去最高成績二回戦をさらに更新した。一方の八戸学院光星は、 北条文也、現阪神田村達弘、現六寺を擁して、3期連続で決勝戦進出を果たした、2012年夏以来のベスト4進出を狙ったが、先発の荒井大弘選手、2年、岡本の2年生左腕2人が、土浦日大の隙のない攻撃の前に、計8失点。11年ぶりのベスト4進出はならなかった。